ホトトギス、ホトトギス、とけん、学名、は、カッコウメ、カッコウカに分類される鳥類の一種。特徴的な鳴き声とウグイスなどに拓乱する習性で、知られている、ホトトギスメホトトギスかと書かれるともあるが、カッコウメ、カッコウカと同じものである。日本では、古来、様々な文書に登場し、とけん、とさかい、食魂、不除機、ホトトギス、四季、タケンなど、 漢字表記や異名が多い。全長は28センチメートルほどで、ヒヨドリよりわずかに大きく、トより小さい。頭部と背中は灰色で、翼とお歯は黒か主色をしている。胸と腹は白色で黒い横縞が入るが、この横縞は格好や筒取りよりも細くて薄い。目の周りには黄色のアイリングがある。 アフリカ東部、マダガスカル、インドから中国南部までに分布する。インドから中国南部に越冬する個体群が5月頃になると中国北部、朝鮮半島、日本まで渡ってくる。日本では5月中旬頃に来る。他の渡り鳥よりもトライ時期が遅いのは、拓乱の修正のために対象とする鳥の繁殖が始まるのに合わせることと、植生が毛虫類を捕食するため、 早春にトライすると餌にありつけないためである。日本へは九州以北に夏鳥としてトライするが、九州と北海道では少ない。格好などと同様に食性は肉食性で、特に毛虫を好んで食べる。また、自分で子育てをせず、うぐいストに拓卵する習性がある。オスの鳴き声は、けたたましいような声で、キョきキョょキョきキョキョ,キョ,キョ,キョと聞こえ、 ホトトギスとも聞こえる。早朝からよく泣き、夜に泣くこともある。この泣き声の聞きなしとして、本尊掛けたかや、特許許可局や、てっぺん掛けたかが知られる。ホトトギスの衣装のうち、と堺、食魂、不助器は、中国の古事や伝説に基づく。長江流域に食という、傾いた国、旗以前にあった古食があり、そこに、と堺という男が現れ、 農耕を指導して、職を再興して王となり、持三角と呼ばれた。後に、長江の反乱を収めるのを得意とする男に定位を譲り、持三角の方は山中に陰性した。持三角と堺は死ぬと、その霊魂はホトトギスに化身し、農耕を始める季節が来るとそれを民に告げるため、坂堺の化身のホトトギスは鋭く泣くようになったという。また後に、 食が真によって滅ぼされてしまったことを知った、と堺の決心のホトトギスは嘆き悲しみ、不条気さ、帰り行くにしかず、イコール何よりも帰るのが一番と泣きながら、血を吐いた、血を吐くまで泣いた、などと言い、ホトトギスの口の中が赤いのはそのためだ、と言われるようになった。日本では劇場的とも言えるさえずりに固くして、古今ホトトギスの和歌が数多く読まれ、すでに、 万葉集では百五十三例、古今和歌集では四十二例、新古今和歌集では四十六例が読まれている。鳴き声が聞こえ始めるのと、ほぼ同時期に花を咲かせる立花やうの花と取り合わせて、読まれることが多い。他にも夜に鳴く鳥として沈潮され、その年に、初めて聞く、コトトギスの鳴き声を忍びねと言い、これも沈潮した。枕の草子では、 ホトトギスの初音を人より早く聞こうと夜を徹して待つ、よう描かれる。平安時代以降には、格好の字が当てられることも多い。これは、ホトトギスと格好がよく似ていることから来る誤りによるものと考えられている。松尾芭蕉もこの字を用いている。宝井企画の句に、あの声でトカゲ喰らうか、ホトトギスがある。 ホットトギスは美しい声で鳴くが、醜いトカゲなどの爬虫類や虫などを食べる、すなわち、人や物事は見かけによらないという子を指す。万葉の時代から、ウグイスの巣に卵を産んで育てさせるというタクランの習性が知られる一方、時代や地域によっては格好あるいはウグイスと混同されている例もある。下記、天下人を読んだ句では鳴き声をめでるとすなわち、 ウグイであるとの考え方も一般的である。従って作品中にホトトギスとある場合でも季節や時間帯によっては注意が必要となる。正岡オカ式は1895年、明治28年4月にこの絵師団付きの従軍記者として両党半島に渡ったものの予定通りには行かず、同年5月には帰国の途につく羽目になり、 帰国の船中で滑血して渋滞に陥り、神戸病院に入院し、結核と思われ、当時は、結核は、不治の病という位置づけであったので、自分に、死、死期が迫っていると覚悟した。滑血した、血を吐いたことから、泣いて、血を吐くと言われているホトトギスと自分を重ね合わせ、ホトトギスに血なむくを、一晩で、数十も作ったという。そして、 ホトトギスの漢字表記の一つの式を自分の配合とした。江戸時代から川屋の中にいる時にホトトギスの声を聞くと不吉であるという言い伝え、名神が日本各地に伝わっているが、この出点は有用雑草及び太平後期である。夏目漱石が西園寺金持ちに送った有名な俳句、ホトトギス川屋、中場に出かねたりも、この名神を踏まえる。 加藤通る、キラン乱ン ISBN978 から、4から12から003857から0。三人の天下人、三英傑の性格を、泣かないットトギスをどうするかという題材で後世の人が言い表している、それぞれ本人が実際に読んだ句ではない。これらの川流は、江戸時代後期の平戸藩主、松浦清の随筆、講師泡に見える。 以下に引用と、その解釈を記す。なお、松下電機、現、パナソニックの創業者である、松下幸之助は生前、これらの句に対して、中野ならそれもまた、吉本ト,トギスと読んだことで知られる。三円普通切って1988年、昭和63年5月22日発売60円国土緑化運動八島と、琴ト,トギス。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。